ヨミ様に申し上げます。万事丸たちは白山に封じられていた大多田の船を引っ張り出し、見事琵琶湖を渡りました。え、もちろん琵琶湖の秘密には気づいておりません。次の手は打ってございます。ヨミ様もよくご存知のあの娘を呼び寄せてございます。来られよ、ハマグリ姫。火の一族の力とハマグリ姫の幻、どちらに分があるか、ヨミ様ならお分かりですな。Thank you.
何かを刻むだと？そいつは俺様好みの派手な褒美じゃねえか。この凛々しい顔が歴史に残る。くー、しびれるね。だが万事丸と一緒に顔を並べられるのは我慢ならねえな。英雄は俺一人で十分だぜ。よし、その件は俺様一人に任せる。すぐに片付けてきてやるぜ。万事丸、おめえにとてつもなく大事な相談があるのを忘れてたぜ。山に掘る俺様の顔なんだがよ、正面と横向きとどっちがいいかな。ま、俺様の顔だ。どっちを向いても様になってるから関係ねえかな。万事丸殿、お元気そうで何よりでござりまする。伊賀の桃地三太夫でござりまする。腰元に化けこの城へ潜入しておりました。噂ではこの辺りの根の衆は幻を操る術者とか、この越前と越中の国境で待ち伏せしているとの噂もござります。道中くれぐれもご油断召されるな。我ら三太夫は一足先に越中の国へ潜ります。では。はーい、ごめんなんしょ。先を急ぎやすんで、お先に失礼しやすよ。万事の大将。Thank you.